芸能界が好きやった。そうですね、あの3歳の時にスリラーが発売されて、うん、マイケルの、ああスリラー、はい、でマイケル・ジャクソンさんのスリラーを見て、こんな気持ちよく歌って踊ってるようになりたいなって思ったのは、まあ最初ですね。あ、ほな例えば小学校とか中学校脱いでも家の部屋でよくこうポスター貼って、はいはい、モノマネとかこれこうやる、うん、あるじゃないですか、フリフリとか。それが私の場合はポスターはあの仏様の参拝記念の、えなんかでも話し合いですよ、そのラインは。え、それは何、仏さんでもみんな知るやん。どの仏さんなんですか。私が好きなのは、まあ、弥勒菩薩なんですけど、うん、またすごい渋いとこ行きますねえ、それどういうとこが弥勒なんですか、弥勒菩薩さんの。ですね、あのやっぱり56億7千万年も人のために修行してこの世に降りてきたり、あの世にで修行したりして、それで一切衆生っていう全ての命を、はい、まあ、救う、どうやって救おうかってあって考えてる、そこを知る、ああ、分かります、分かります。それがお釈迦様が亡くなった2500、600年ぐらい前から、まあ、まだあとだから56億7千万引く2600年ぐらいずっとそれで修行するんですけど、はい、でそれでやっぱりどんな人をも救おうと思って、うん、全ての命を人のためにそんだけ修行できる年月ってすごいなと思うのと、それを考えたら今悩んでることなんか一瞬のものになって思えたんで、小さい時からずっと守りの言葉にしてたり、環境がやっぱり周りがあの祖母がすごい信心深くて、はい、で、まあ、あの私奈良県桜井市出身で、宮神社と長谷寺の間の朝倉っていうとこ出身で、はいはいはい、でなので、まあ、いつも学校とかで嫌なことがあったり、うん、まあ、そういう悩みいっぱい抱えてたんで、うん、あのいつも終わってから長谷寺とかの方に行って、長谷寺で、あの、うん、まあ、スパ観音様とか、うん、はい、全ていろんな悩みを聞いてもらってたんですよね。西国33箇所の一つやね、長谷寺、はい、でそしたらもうどんなことを言うても、あの悩みを言っても何にも言わんとすごい穏やかな表情で聞いてくれるんで、はい、でちょっと覚えてるのが、はい、後で助けたるよと、なんか私にとったらウルトラマンみたいなヒーローやったんで、はい、それでもういろんな仏様が好きですね。え、それ中学校の頃から、小学校の頃から、すごいな。ただ大宮神社の中でも宮さんのお山したりとかも、あ、そうです、あのお山っていうか、うん、その修行はちょっと大人になってから、うん、あの滝に連れて行っていただいた、信号寺の方に連れて行っていただいたんですけど、あのやっぱり宮さんはもうあの氏子なんで、あ、でそれで結構いろいろしょっちゅう行かせていただいて、あ、そうか、桜井土地柄側の辺三輪三山とかね、そう、弥勒菩薩はその要はお釈迦様が亡くなった時に、うん、その次のお釈迦様になるんですよね。で、56億年後にお釈迦さんは弥勒菩薩と一緒に降りてくるっていう、あ、それ空海様ですよね。空海か、弥勒空海、弥勒菩薩様が知ってない、いや、弥勒空海、弥勒菩薩様があのお釈迦様が亡くなってから56億7千万年後に次のブッダになって、うん、でなるっていう風に言われてて、で空海様がなんか多分これ私のファンのお坊さんに聞いたんですけど、はいはい、あのなんかあの亡くなられる前に、うん、あの私はその弥勒菩薩様が化粧される時に一緒に降りてくるっていう言って亡くなられたとは聞いたことはありますね。すごい、空海、あ、それではちょっとごめんなさい、近くにこれあったんで、それでこれなんですか、56億なんですね、まあ、そのお守りのことがあったら、これ数字、そうか、あの2億4千万の人にしたら数多いしなとか、あ、はい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 、56億7千万、1千万、へー、これは何を書いてるんですか。これは32歳ぐらいまでの私の自伝ですね、自伝っていうか、はいはいはい、でまあ、ずっと生まれて悩んできて、あの、まあ、その性別のことだけじゃなくていろんな面で、はい、まあ、うん、私の育ての母である、うん、まあ、うちの事務所の社長と一緒に二人三脚でいろんなことを苦労してきたっていうのを、まあ、誰かの参考になったらいいかなと思って、はい、あの出してほしいっていろんな人に言われたん で、はい、でそれで、まあ、今回公文社からの、はい、今回っていうかの、おととしの9月に発売させていただいて、はい、そう、色がいいですよね。あ、ありがとうございます。ね、そうか、こう帯がまたこう紫っていうのがこう仏教チックでいいじゃないですかね。はい、うん、でやっぱりその何ですかね、うん、その仏教を志すっていうところでね、やっぱりその自分の心の救いっていうところに、やっぱりそこに求めると。はい、そうですね。うん、だからそこは要は何を問いかけても聞いてくれて、うん、何を不満をぶつけても、あの要は癒してくれる場所っていうところで言うと、それを同じような苦しみを抱えてる人ってたくさんいてるわけでしょ、はい、はあ、まあ、だからそう言えずに
隠しているというか、そういう方も多いでしょうね。そうですね。だから、あの私の、あのステージとか終わった後に、うん、実は私もそうなんですっていうふうに、普通の会社員の初老の方が前来てくださって、うん、でも私の場合はもう家庭もあるし仕事もあるから、もうあの諦めたので、ケイトさん頑張ってくださいっていうふうに言ってくださったりとかで、なんか結構やっぱりたくさんいてはるんやなって。